杖を頼りに一日がかりと、どうしようもないじゃないですかね。ああ、かかるじゃないですか。かきたまラーメン、すごい。何これ、かきたまラーメン初めて見ました。まあ、さっきラーメン食ってカップラーメン食ったからそんな腹減ってないんだけど、ちょっとこれ気になるよね。鶏だし塩ラーメン大盛りかきたま、初めて見る。これちょっと食ってみるか。そんな腹減ってないんだけどね。あ、ティッシュどうも。これは最初に入れるのかな。あ、タンタンタヌキさん、ありがとうございます。有料のやつ、箸持ってくるか。よいしょ。あ、ダイヤモンド。これ今もらっても多分何もなんないんじゃないかな。イベント終わってるからね。熱湯4分だから。微妙。3分でも5分でもないっていう。あ、ふわしてやだす。どうだろう。4分。あ、タンタンタンキサだす。なんかちょっと小腹空いたぐらいかな。
ちょっと前に飯食ったもんな。ちょっと早いかな。ちょっと早い気がする。なんか思ったより卵少ないんだね散らばっちゃった感じはあるけど、うん、うん、あ、風船どうも仕事頑張ってください。うん、最後まで見たかったっすね。別に大したことやってないからね。さっさここやってないというか、正確には何もやってないからね。まあ、まあ味的には正直、あ、風船丼、まあ別にそんな美味しくないっすね。まあまずくはないっすけど、そんな美味しくもない。ミクルの話はしちゃった。いや、まだ話そうと思えばいっぱい話せるけど。コメントの感じがあんまりみんな興味なさそうだから。まあ終わってみれば結果なんか楽しめたわけどね。トークメールは20倍あります。こんにちは。20倍出た。こんにちは。アレンちゃん20倍5倍引きがいい。ありがとうございます。中野君はチーズがある。マジですか。引きがいいな。アフアシティレンチャーだっす。うん、まあそこまでうまくない、うん、アレンチャーだす。
熱くなってきた。ちょっと辛いなと思ったらこれ唐辛子ちょっとだけ入ってるの。初見40代ですか、うん、そういう煽りいらないから。40代には見えないでしょよ。だって40代ってさ、あれだよ、嵐でもまだ大野くんしか40代まで行ってないでしょ。嵐のメンバーですら、大野くん以外は40じゃないよ、まだ30代で。俺が嵐よりも年いってるように見える。どう考えても俺の方が若いでしょ。感触40代には見えないでしょ。大野くんが今40ぐらいでしょ。39か40でしょ今。大野くん以外はまだ全然バリバリ30代よ。二宮より俺だって年いってるように見えます。俺二宮の方がちょっと年上だよ。ちょっと何歳かだけ何歳かだと思うけど、二宮が今37とか8ぐらいでしょ、うん、サングームよ、うん、俺いまだに二十歳ってか20代に見られることもあるからね。髪の毛とかちゃんとこう持って切ったりとか、まあこんなんだからあれだけど、髪の毛短く切ったりとかして、普通そうしたら普通に20代見られるけどね、たまに。40代とか見られたことない。これ食いてえな。なんか極細のさポッキーって超美味しくない？極細ポッキーと、あとこのスーパービッグチョコは、あのでっかいやつ今ここにあるんだけど、あるっていうかゴミしかないんだけど、駄菓子のスーパービッグチョコってあれだ、でっかいあの駄菓子のやつ。
ご飯ちゃんと食べてません。だってうちまともなもん出てこない。極細ポッキーをスーパービッグチョコが食いたい。太るけどね。でもね、今ないのよ。買ってこないと。めんどくさいのよ、買ってくるの。買ってくるのがめんどい。極細ポッキーとスーパービッグチョコが食べたい。あと、プリッツサラダ味が食べたい。フラーも美味しいけど、ムースポッキーの方がもっと美味しくないですか。トップは子供の頃食いすぎて飽きた。フラーも美味しいけどね、ムースポッキーの方がさらに美味しいよね。最初さ、フランとかムースポッキー食った時さ、衝撃的じゃなかった。世の中にこんなうまいポッキーあるのと思って。最初なんか品切ればっかだったよね。ムースポッキーとかなんかさ、品切ればっかだったよね。昔モームスが CM してたな。ポッキーの冬季限定のココナッツ。うまそう。俺ココナッツ大好きなんですけど。こんなんあるんや。ココナッツってめっちゃうまいよな。ココナッツ味のデザートとかめっちゃうまい。チョコレートココナッツうまそう。ティッシュだもん。見たことない。厳選だからか。あースーパービッグチョコ食いたいな。カッカ君ごめん、ごくかんな。ラーメンっていうお菓子ないそれ。ラーメンマンみたいな。服がかっこいい。そうですか、これ多分親が買ったやつだな。多分これ親が買ったやつ。35歳で親が買った服着るって結構やばない。これはこれ。ココナッツポッキーある。マジで欲しいなそれ。美味しそう。検索してみようかな。ココナッツめっちゃ好きなんだよね。ああ、美味しそうだね。これか。うわ、美味しそう。しかもぎっしりクラッシュココナッツ。
ココナッツのなんかクラッシュしたやつがいっぱいあるってこと、この中に。これがそうか。あ、これめっちゃ美味しそうやん。うわー、これ美味しそう。食べてみたい。食ったことない、これ。ココナッツめっちゃ好きなのよ。うん。季節限定ってあるの。あ、アマゾンで販売してんや、これ。10個で180円。美味しそう。10個でじゃない。いや、10個で1800円で1個180円。ポッキー。冬の口どけ、これ絶対美味しいわ。こっちの方が安いっていう。10個で1620円。いや、なんかさ、コンビニとかに売ってたら多分買うんだけど、なんか、わざわざアマゾンで頼んでまでなんて思っちゃうね。食べ物ってそうじゃない、結構。いや、なんか食いたいけどね。うん。食いたいけど、浅草すごいって何？浅草に今人がいるってこと？誰か送ってくれないかな、ココナッツのポッキー。遠回しにこじきしてる。なんかさ、食べ物ってさ、なんかわかんないけど、アマゾン頼んでまでなんかみたいなあるよね、ちょっとね。まあ別に買えばいいんだけどさ。ムースポッキーも美味しそうだな。てか、こんなん食ってたら太るよ。